どうも、カチッコ TV チャンネルのゆうきです。竹尾です。なんかお久しぶりな動画。そうね、オープニングからいるってすごい珍しい動画ですよ。今日出たがりだけど、オープニング嫌がる。嫌がるからね、途中からなんだよね。そうで、まあ今回ですよ、なんかたまたま買い物行ったら珍しいものを見つけまして、ポップコーンの元これティッシュみたいなあれなんだけど、ポップコーンの元で珍しいフレーバーっていうか、あれでミートソース、ミートソース味と、ミートソース味、照り焼きチキン味。おお、こうやって YouTuber っぽくね。あ、ほんとだ。で、牛タン塩味。おお。の3つを見つけたんでね、やってみようかってことで買ったんだけど、最初はね、うちのフライパンでやろうかと言ったんだけど、ちょうどね、そのお店ね、ドンキさんだ。行っちゃっていいか。あ、行っちゃっていいよ。ドンキさん、ドンキホーテさんでね、これをやろうかってなった時に、近くに売ってたんですよ、ポップコーンメーカーが。こちらですね、つば九郎モデルですね、スワローズのつば九郎モデルのポップコーンメーカー、これ、ね、6000円とかが1000円でしたんでね。そう、で早速ちょっとポップコーンメーカー開けてみようか。いいですね、開けてみよう。デレデレ、結構ね、箱高い。箱の雑魚でしょ。袋だけが、あ、袋だけが取れるパターンのやつだ。あ、でも綺麗に、はい、ね、お、かわいい。あ、現物で見たらもっとかわいい。取れた。すでに取れた。あ、かわいい、かわいい。ちゃんとつば九郎がいて、え、かわいい。じゃあ早速ちょっと作ってみましょう。 OK、 スイッチを入れます。お、もう回ってる回ってる回ってる。ここやべ、くせ。めっちゃいい肉出る。トカゲが怖い。今どうなってるの。今回ってる中でウィーンって超高速で回ってる。見えるか、そう見て、見えるか、回ってる回ってる。あっ、あー、ほら、もう晴れてる。あった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 。テイク2いるな。いいよ、これは俺らしいじゃん。しかもね、弾けてないのが出てきた。めっちゃあるじゃん、これ。一回止めて、一回止めて。何を？スイッチ。熱い。うん。じゃあね、こっから熱風が出てるから、うん、容器も熱くなる。かぶせて。あれ？できた。ちょっと少ないけど、ミートソース取るよ。ミートソース。じゃあミートソースです。あ、色は変わんないから多分ね。匂いでね。意味がない。そう。動画としては成り立たない。こっちは照り焼き。これはね、作ってもらいたい。匂いはね、すごいんだよ。これが牛タン。牛タン。食いましょう。いただきます。いただきます。これはね、食い切らないと飲み物飲めないから。これ牛タン。照り焼き。照り焼き。つば九郎くんすごいね、仕事してくれたから。ところどころに大惨事みたいな。喉乾いた。でも楽しい。つらい。飲む？嫌だ。あ、あれだよ、飲み物ダメだけど、キットカットとか甘いもんないよ。ダメ。なんで？喉乾いた。え？無理。喉乾いた。ストイックだから、竹尾くん。スポンジみたい。じゃあ、閉めよう。あ、何飲まないって言っちゃった？
拾うじゃん、そういうの。いけるかもしれないと思った。もうびっくりしたわ。